ちは、原田海です。一番最初に、まあ、そのニュース聞いて思ったのは、まあ、だろうなって感じでした。実際なんかこんな状況で、まあ、なんかその選手たち、まあ、海外の選手とか特に、まあ、練習できてない感じだったので、その SNS とか見てもなんで、まあ今やっても全然フェアではないから、まあ仕方ないと思いますけど。まあ、僕自身普通に普段通り練習できてるし、まあ、そんなにまだ、まあ、練習に影響が出てるわけではないので、まあ、僕としては全然、まあ、今年でも、まあ、いつでも良かったのは良かったんですけど、やっぱ他の選手が万全じゃない状態でやるのはどうかと思うので、まあ、延期になったんだったら、まあ仕方ないし、まあ、他の試合に向けてやるっていう。まあ、元々そんなに、まあ、オリンピックに向けてがっつり調整するっていうスタンスじゃないし、まあ、試合とか、まあ、何でもそうなんですけど、まあ、なんでなんだろう、この1年空いたから変えるっていうことはないですね。まあ、元々まあ、今目の前にある課題とかをこなしていくっていうスタンスなので、そこは全く変わらないです。まあ、でも1年あったら、まあ、そこの課題をどんどん潰していくのも、まあ、より多くできるんで、まあ、来年になったから逆にもっと強くなって、まあ、挑めるんじゃないかとは思います。それぞれまあ SNS とかにまあ心境とか上げてて、それを見、まあ、確認してるだけって感じで、直接やり取りはしてないです。うん、まあ、やっぱその内定している人とか、うん、その五輪に内定している人とかはやっぱりまあショックだっていうふうにはまあインスタグラムとかには上げてましたけど、ね、まあでもみんな切り替えて、まあポジティブに捉えてる感じだったので、まあみんな、まあ、もう仕方ないって思うしかないと思うんで、そうですね。まあでも、まあ、オリンピックだけが全てじゃないし、まあもちろん他の、まあ、なんだろう、ワールドカップだったりとか今シーズンの大会とかも全部今、まあ、日程が白紙になってて、いつ開催されるかまだ分かんないんですけど、まあ、あるのはあると思う、今年中には。まあ、そちらの方も、まあ、オリンピックなくなった分全力で、まあ、戦っていきたいと思うので、まあ、引き続き応援はよろしくお願いします。